東京温泉ドライベントありがとう、待ってます。今日は寒い、あーありがとうございます、ありがとうございます、後で返します、ありがとうございます、マネージャーさんが買ってくれました、買ってきてくれた。あ、そう、これは今日主役の松作からの差し入れです。美味しいです。うん、うまっ。背番号5番もあった、おめでとう皆さん確かに、うん、ゆうちゃん来た、皆さんあれですよ、オンラインお話し会と握手会と、いろいろ受付中です。レトロのやつもぜひ来てください。ぜひこれを見てる方は全員来てください、お願いします。売ってなかった、寒いけどもちょっと売って寒い、上着持ってきてないから、お話し会買いました、ありがとうございます。追加しました、嬉しい、ありがとう、全員熱、もちろんですよ、そうか、今受付中か、そう、みんな来てください、絶対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 に長にや広がりよいいよ、稲妻イレブン世代なんで歌っちゃいました。おいしょ、うん、対抗してください、口になってないから血色悪い、あのね君のなんでバンされんて横師匠、やば、師範です、師匠やってこれなんかメイクっぽい、私も自分でやってみました、メイク、うん、何年何年経ってんねんおいしい、こんにちは、寒っ、お疲れ様です、絶対寒いで、これ寒いな、美味しい、でも公演中はな、暑いからいいけど、うん、公演始まりの始まる前めっちゃ寒ない、うん、袖で待機してる時が一番寒い、めっちゃ寒い、もう早始まってってなるもんな、うん、うん、懐かしい、私たちもあのズボン履いててね、フェスタ回される寒いんですよ、うん、寒いのに食べてるっていうの忍耐強い、ほんまに寒い、エアコン、エアコンですね、多分これ空調が寒い、はい、入れないんですよこの空調って、うん、冬の時もめっちゃ寒ない、めっちゃ寒い、マジでずっとこれかもしんどいです、そうやって買ってませんね、打線が震いませんよね、
ッチャーの方はめちゃめちゃいいんですけどね。私の髪型うん、嬉しい。チヒが一番可愛いよ。言ってありがとう。お話し会ありがとう。うん、うん、タワー来た。なんで？え、怖っ。見て、めっちゃ怖いコメント来てんねんな。無音やから。妖精さんありがとうございます。タワー無音やから、ん？無音やから誰か、え、隣に誰かと思ったけど目だけ映って把握怖っ。目で分かった。目で分かった。慈悲分かりやすい。うん、女子のシーンも多いですよね。ヴィッセル神戸ファン、かっこ仮の仮が取れましたか。私そのね、マイティがそのツイートした時にね、ファンの方が何人かの方から、多分初めての方にな、ガンバ推しになってくださいとか、ガンバ応援してくださいとか、え、ぜひヴィッセルの神戸応援してくださいってコメントめっちゃ来てんけど、へえ、やっぱ皆さんサポーター同士で喋りたいとかあるんじゃないですか。でも私好きよ、サッカーのあの熱狂的な感じ。サポーターの方たちのその、確かにゴール裏の人たちすごいですよね、うん、あれ見てると方あれやけど興奮する怖っ違う、そういうことない、そういうことない、そういうことない、自分も熱くなれるってこと。そっちの興奮ね。なるほどね、ちょっと誤解しそうやった。誤解されるよこれな絶対誤解されるやろなと思って言ったけど、うん、オリンピック、あ、野球も好きになってねって。そうやで、みんなでさ甲子園行こうって言った時にゆうちゃんが変な顔するんですけどいいよえみたいなないよ、うん、でも確かに野球よりサッカーの方が、うん、時間は何時間で決められてるから、うん、見やすい気がする。うんうんうん、ずっと動いてるしね。いやでも走ってる。え？だどっちの良さもあるけど、うん、そうワールドカップだってめっちゃ面白かったよ。うん、面白かった、普通に面白かった、うん、あ、だって朝から見たもん起きて、うん、すごいいいよね。だから私も、うん、羨ましい。この最近の MC でも言ったけど、うん、推しっていうものを作りたいのよ、うんうんうん、自分が没頭するものを作りたくって、うん、自分が何かをするとかじゃなくって何かを推してみたいから、うん、チヒとか、うん、そういうのを見てると羨ましいなってめっちゃ思う。楽しいやろなって、趣味が増えて、うん、まあ、確かに外に出るきっかけになるかな。まあそうやんな、うん、それは嬉しい。なんかどっか行こうっていう時も絶対甲子園っていう選択肢はあるからさ、うん、球場とか、うん、いや、ぜひ甲子園しか出てこへんね。ぜひ押したらやって、うん、うん、大丈夫。なんでまあもう押してるもんな、うん、え？え？ギョンえ？ハトハトに見えへん。うん、チョコうまチョコうまいよな。うん、そう、休日イコール球場、うん、甲子園とかなるか。だから次は、うん、でも私バスケも見るの好きやねん。うんうんうん、バスケとかサッカーとか、でその動いてるものを見るの好きやねん、みんなが、うん、頑張って走り回ってるのが、うん、見るの好きやから、次はちゃんとスタジオに行って見てみたい。直接スタジオ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 に行って見てみたい、うん、確かに、うん、スタジオツッコミを待ってたのおもろだからスタジオって言ったのにスタジオって
いや、ずっと言われてたな。あ、面白かった。もろいわ。それスタジオもやさかいやって。いや、ナイスコツコミ。ナイスコツコミ。おもろ。うん。ごちそうさま。はよ。寒い寒い寒い。おいしかった。うん、口に塗りたいけどな、歯磨きするしな。うん、天然ボケずるいよね。高校野球見に行くときありますよ。今年もゆうちゃんと行こうと思ってるし。で今年も行ったことねえよ。ゆうちゃんと行こうと思ってます、うんうん、任せてください。チヒ可愛くて好き。ありがとう。今日可愛いって言われるのか。うん、嬉しい。いいやん、いいことやん。ありがとう。好きだ虫。へい。心の片隅で。へい。指と指。合うのよこれ。うん、めっちゃうまい。みんなが大変そうやなって思いながら、うん、こうやって真ん中でやってます。めっちゃ気持ちいいよな、あの時のな。あれやばいよな、うん、みんなよりだからしんどくないはずやのに、うん、しんどいの。あれなんか知らんけど、なんで。でもあの曲はしんどい。マジで、うん、ずっと跳ねてるから。確かに、いつも可愛いんだって。ありがとう。うん、血色ない。うん、こっからみたいな。うん、今日はアイライン黒です。いつも茶色なんですけど。あ、そうなん。うん、でもマスカラは茶色です。チークがいつもより下目です、ね、何の絵が歯も確認してた。ねえ、なんでな。鏡ちゃうって。ついてるかな。なあ、ついてた時どうすんねん。そのまま撮るん。でも見せるよね、たまに。あ、ついてるとか。ねえ、見て見て、ついてんでとかやれへん。やる、やるよな。うん、恥ずかしいことじゃないからな。可愛いさ、うん、ファンの人とかこれ見てくれてる人に向かってさ、うん、こういいってやんのさ、やばいよな。確認として見るのはちょっとあれやけど。やばい、うん、あ、今からチェックするねって人が欲しい。どこで確認してるのよ、うん、って。髪がね、長くなってきてね、調子が。肌が悪いの今。大丈夫？見て、ヘルプスみたいにできてるの。ね、ほんまや、痛そう。こっちも。え、両方？うん。こっちはまだマシやけど、起きやばい。痛そうやの。ギャーって笑われへん。切れるから。痛。それでも乾燥してたりしたらなるよな。うん、なる。初めてなったかも。マジ？うん。今年の肌あれやばい。月一は絶対くんのよ、鼻あれ。うん、うん、くんねんけど、今日一番やばい。今年か、あ、今月や。もうあんま分からんよな、うん、化粧で隠してるからな。そうか、あぜへんないがあらず。はい、やっぱ下に溜まったものをこれスンって飲むのが一番いいんですよ。スンスンスンって。今日の歌に調子いっぱいあり、生きてる、うん、調子いい。昨日な、ファンクラブでな、うん、あれメイク、一からメイクしててんよな、うん、そしたらその昨日左のまぶたがめっちゃおかしかったよ、うん、でずっとそれに対してイライラしててんよな、うん、不機嫌ですとは言ってんねん、今日不機嫌ですっていうのを言ってて、うん、なんでなんか二重の
あのアイプチがなかったから、うん、絆創膏で、うん、なんとかしようと思って、うん、じゃないとちょっと機嫌は治らへんから、うんうんうん、ちょっとこうやっていじいじしててんけど、なかなかできひんって言って、うん、もう腹立つわもうとか言っててんよ、うん、その時みんなな、まあまあまあゆうちゃんみたいな感じで言っててんけど、私がもうイラつきにイラつきすぎて、うん、コメント全然来へんかってんなで私が成功した時に、うん、あできたよって言ってたのに、うん、コメントがバーって、うん、よかったねよかったねってコメントがさみんなそーっと見守ってくれてたやろなっていうの、そーっと見守ってたんかな気使ってんじゃんそれはあるかもな、不機嫌ですって言って配信する人なかなかおらんよって今年ぐらいです。そうです、いや最初にさ言っ、うん、なんかさ なんて言うんやろ、もうさ不機嫌を出してたら今日不機嫌なのって言われるのもさ、なんかそれもさえイラついたりする時あるやん、うんうんうん、だからもう言っちゃうのよ最初に、ね、私は今こうですっていうの、まあ、でもそれぐらい信頼してるってことやもんね、ファンの人は。そういいやん、素を見せれるってこと、うん、訓練されたファンやなやって訓練されたファンやなやってだいぶ振り回してるからいや、ゆうちゃんのことが好きだからね、みんないいよね、ほんまに優しい、みんな本当に優しい。ね、確かに今日不機嫌なのって聞かれたらね、うん、誰でもなんかそうじゃなくても不機嫌になるもん、うん、えってなる、なる時あるよ、だって人間もなるよ。そうそう、でもそんな常に不機嫌になってるわけじゃないからさ、うんうん、確かに私の、うん、だから阪神が負けた次の日ぐらいのことや。そうそう、そういうこと本当にそれの何もない日、それの何もない日それは何もない日何もなくてイライラしてる日、イライラしてる日ゆうちひです。川上チーム N です。もう2人しかいませんちゃんと副キャプテンのキャプテンがいるっていう。そうよ、でもいなくなっちゃうやん、でも、うん、副キャプ。そうなんよ、ちひの不機嫌はどこで判断したらいい。確かに。え、私はでも寝起きが不機嫌なんですね一番。ぜひ不機嫌の時めっちゃ分かりやすい。ファンの方に多分分からへんから出さへんし、それは、うん、だって別にファンの方に不機嫌になることあんまない、うん、自分のその今置かれてることに追い込まれてることとかに不機嫌になるから、うん、それはある、全然ある、うん、だから別にファンの方は気にしなくても大丈夫です。勝手にイライラしてるだけなんで。そう、いやね、女の子はね勝手にイライラするからほっといたらいいね。そう、不機嫌やとどうなるの、どうなる、無口になるかもね私。あと目が座る、うん座る、うん、なんかこんな感じになるそう、あと泣いちゃう時もあるよね。あ、そう泣いちゃう時もある、うん、なんか人に言わへんから、うん、あの自分で解決しようとしたらさ、うん、無理にやって泣いちゃう、うん、せやなそう、それはあるな、うん、だから実際阪神が負けたとかでイライラすることはあんまないんです、うん、ちょっとはぁと思うだけであんまないですね、今日ご機嫌です。ご機嫌ちひ、最近結構ご機嫌ですよ。なんで？ん？なんで？ゆうちゃんが隣にいるから。あ、かわいい。かわいい。ちひ泣いちゃうよ。そう、ファンに言えることがあったら言ってね、優しいねみんな。でもそれはルームスとかの配信で、うん、本当に追い込まれた時とか、うん、言って泣いてるじゃないですか。泣いてるじゃないですか。あれが確かにルームスってだからファンクラブできてちょっとうちらのさ、うん、なんていうので、ショールームやって変に切り取られて載せられるやんか、うんうんうん、けどさうちらのなんかその発信っていうかちゃんとスタイル言葉では書けるけど、うん、自分たちの言葉でなんていうの、その文章だけじゃさ伝わらん時あるやんか、熱量とか、そうそう、だからその配信がファンクラブできてから、うん、マジで私たちにとってはありがたい。そう、めちゃくちゃありがたいね配信。まあでもな、その
本当に悩みが溜まった時に、うん、私はぶちまけるタイプやから、うん、そんな頻繁にそう悩みを発信したりはしないけど、うん、めっちゃ言いやすい。うん、わかる。なんかその一人の空間、まあ、言ったら、うん、プラスみんなが見てくれてる、うん、で味方だけやん、うん、きっと見てくれてるのって、うんうんうん、だからそうそう、だからすごいありがたい、受け止めてくれるしね、うん、そういう面では 何でもではないけど言いやすいっちゃ言いやすい、うん、ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。メリットありますね。めちゃめちゃあるよね。いつでも聞くからね、優しいね。ファンクラブみんな入ってくださいねなんかあれよね、生誕祭の何チケット取るやつがルームスからなったよね、うん、だからぜひルームス先行。12月やろそう12月なんです。まだまだやん、私10月やから。もうすぐ10月今7、もうちょっと7月やろ。10月7、8、9、結構あるな。あと4日後4日後、何ヶ月後4日後、もう私もう卒業やそうなると卒業ややめてよ。でもあと4ヶ月やで、もう言うとあと4ヶ月やで。誕生日卒業とか含めマジ、うん、早いって。あと1年ぐらいいると思ってた私、ゆうちゃん、うん、いないよ、もう今年にはいないよ。へえ。なんで、うん、考えて、来年からおらへんねんで私、うん、変やって。変、うん、嘘、ゆうちゃんがこのグループにおらんのが変。嘘、うん、そんな風に言ってもらえんの、うん、早いやな、本当に考えて。わかる。1年経っていないから、ね、2025年の10月やと思ってた私も卒業、うん、まあ確かに今年とは言ってないからな、うん、みんなに言われんねん、今年は言ってないやろ、あと5年後やろって言われんねんけど、うん、なんか前もって発表しただけで、うん、まだかと思ってるそう、りゅうちゃん卒業したらみーきさんだけです、先輩。私どうやん。そう、それが不思議めっちゃなあ。だってまだ後輩の気持ちでおるからさ。なんでもうそろそろ先輩になってくれ今日のゆうちゃんのアイメイク優しそうで可愛いやって。あ、ちょっとな、濃くしてみてん。うん、いつもしいから。そうよね、いるのが当たり前の人たちがいないですから。確かに、言うてもうちら10年以上やってるからな。やばいよね、年齢的にも。だって私1期生さん全員よりやってんで、長いこと。そうよな、うん、私もそうかも、ほとんど。いや、なんそうやん、チヒもそうやん。チヒ何年目 ?12? 何年目やろ。何年、私の13年目ぐらい。ゆうちゃん何年目？私13 13年経ったってこと、うん、14年目やろ、うん、私だから12年経ったってことは13年目になるのか、うん、すごいな、すごい。私だから1期生さんと半年しか変わらんから。そっか、まあでも言ったら、うん、そうやな、うん、3期生さんから1年ぐらい空いてる。そう、1年ぐらい空いてるから。あ、1年ぐらい空いてるのか、3期生と。うん、だから3期生と2期生が半年ぐらい、また。うーん、なるほどね。で、4期生か5期生がめっちゃ離れてんの。そう、3年ぐらい離れてる、うん、結構離れてる、うん、え、そう思ったら結構離れてんねんな、うん、すごいな、すごい。12年経ってない、私。何月で経ったの？分かんない。でもファンの方の方がよく知ってるからな。2012年に入った気がします。で、11月にオーディション受かった。お披露目は12月25日。じゃあまだやん。2024、たまに計算してる12、あ、まだ経ってないんだ。今12年目ですって。13年目の気持ちでいたわ。なるよな、だって分からんもんね、その辺、
もうそうなっちゃうよね。でも変わらんしな、ね、あと半年で丸12年なんか。まあそれもそれですごいよね。すごいよ、本当にすごいよ。しオリンピック3回できてるわ。すごすごやばやばやば、すごい。オリンピック3回って数えたら結構やばいな、うん、今度からそういう説明しよう。なんかおおすげえってなるよな確かに。なんかおる髪の毛かわちい、かゆいです。なんかおるから。そっか、小一が高3、38歳が50歳やって、やばい。えとが一周、確かに二人とも超長くいてくれてありがとうねやって。いいえいいえ、痛くていてるんですけどね。そうやね、うん、そうやね、痛くていてね。そう、TikTok と YouTube 楽しみにしてます。今日ね YouTube 上げようと思ってるんですけど、なかなかねアップロードされないんです。どうしたらいいですか。楽しみにしてます、うん、ちょっとじゃあランキング13位、富士山、12位、浜さん、11位、ジェロさん、10位、たっちゃん、たーちゃんさん、9位、よしさん、8位、トラッキーさん、7位、たっちゃんさん、6位、野原しんのすけのすけさん、5位、かいさん、4位、かんつきさん、3位、神戸のくろさん、2位、しのっちさん、1位、C77 妖精さん。ありがとうございます。タワーもありがとうございました。歯磨きしてこよう、また急にね、また配信します。初見さん、こんばんは。ちょ、こんにちは。また会いましょう。やばい、やーいやー、寒くて結構からだね寒くてありがとうございました。またね、無事に上がることを祈ってます。バイバイ。祈ることしかできなくてすみません。全然全然ありがとう、祈ってくれるだけでも。